ファイタリティ。こんなクソのような物欲の塊のような。DJI、オズモアクション4。買ってしまいました。アホみたいに。エルヴィン・チューコーン。77,141円。税込。こんな汚いレビューのあれ、ないですよね、YouTube で。見たことないわ、こんな小汚いなんかレビューの開封動画。皆さん、こんばんは。銀次です。私ですね、最近めちゃくちゃ飯能に行きたくて、飯能っていうのは、埼玉県飯能市っていうところで、なんかどうもね、秩父に向かう途中にある飯能市っていうところらしいんですけど、なんかさ、飯能っていう町の名前が、めちゃくちゃなんか、刺さるっていうんですか、私に。で、飯能とさ、東久留米っていうところさ、やたら俺のなんか心に刺さるわけ。その名前が。どういうとこか全然知らないんですよ。一切行ったことないし、場所もよくわかんないし、わかんないんですけど、たまたまさ、聞いた飯能っていうところ、東久留米っていうところがやたらと気になって、で、行きたいなって思ってるんですよ、今度。で、したらさ、やっぱし、欲しいじゃん？新しいカメラ。っていうことで、今回もね、もう本当に質素にね、ヴィーガンとして暮らしてるとか、なんかシンプリストやってますとか言いながらね、こんなクソのような物欲の塊のような、DJI、オズモアクション4。いうね。最近出たばっかりの、小型アクションカメラを買ってしまいました。アホみたいに。で、これちゃんと、こっちはね、サムスン、イボプラス、128GB。ウェイタリティ。いう話で。こちらサムソンのね、マイクロ、マイクロメモリーカードを、これに入れて使うために買っちゃいました。ということで、早速、開封していきたいと思います。レッド。ちゃんとした、かかとともできたんだからね。ちゃんとした金さでございます。ちゃんと見てつながります。安全なのでお願いします。ピンサロ特有、ちょっとね、私手がかぶれてまして、ハンドクリーム塗ったので、指がピカってますけど。まあ世の中にはね、GoPro とかいろいろ、このね、アクションシリーズのやつもいっぱいあるけど、私こういうカメラ買うの初めてなんですね。昔ね、ソニーのコンデジ持ってたんですけど、それはなんか、昔ながらの、単なるデジカメだったから、で、今回俺が買ったのは、この、エルヴィン・チューコーン。アドベンチューコンブなんで、こういったね、まず、こちらは、じゃあ、まあ、本体ケースと、わお、これが本体。想像の何倍かちっちゃいです。俺すごい手ちっちゃいんですけど、俺のちっちゃい手にしても相当ちっちゃい。わお、思ったよりも高級感もありますね。ちょっとこちらのこれを使いますと、まだ回してない。これは何好きです。これね、すごいらしいんですよ。なんか、何これ。DJI Action。これね、1.5 メートルぐらい伸びるらしいんですよ。ちょっとね、見せきれないんですけど、アホほど長く伸びます。すごい。これはね、使い心地が良さそう、すごく。で、これの上、これね、くって、あ、こう、こう、して、ねじ込みまして、こう、やる。やる。で、こう、かって、お前、まあまあマグネット強いな、お前。磁力を感じますよ、ここでね。僕、すごい、なんか、ほら。わかります？これ。
こんなクソみたいなレビューしてるね、YouTuber どこにもいないやろうな。で、カチッと、カチッとハマりましたら、こういう感じで。映ってんの、ちゃんと。映ってるね。こういう感じで。素晴らしい USB Type-C ケーブル。こちらは、急速充電に対応してるそうです。あとは、ステッカーと説明書、ちょ、マジの100人さん、あったまるかな、こういったの、浜田さん。あ、レンタカー、え、なんか、え、は、なんこれ。 The camera is not waterproof when used with Osmo Action Lens Hood。 レンズフード、まずどうやってつけんのそれ。どこにつけるんだよそれ。んでなんかねついてるけどちょっとよくわかんない。してこちらはバッテリー、予備バッテリーも含めて3個ついてるみたい。まあこんなねレビューは他の YouTuber が目さるほどやってるから見せる必要もないんですけど、このボタン何、ああ、充電の度合いを示すためのこのランプね。じゃあちょっと入れる、1個入れ、いっか、充電するか。まあ、だって今すぐ撮影できるわけじゃないもんな、どう考えても。ちょっと入れてみるか。鬼ほど外しづらい。なんなん、もっと YouTuber たちさ、すごい簡単にペコッと外してるのに、ま、あ、磁力が強いからか、このめちゃくちゃ想像以上に磁力が強いですね。これはね、どうもね、左から使っていた方がいいらしい。左から順番にこうやってフルになっていくみたいだから、左からちょっと。え？ちょっと待って、開け方。開け方。あ、お前スライドの耳か、それ。こっちに押しながらスライドしてパカッてやるらしい。こういうことね。そして、サムスンのマイクロ USB も、なんか知らん USB って言ってもマイクロ、メモリーカードも、まあね、こんな動画見てる皆さんはねもちろん知ってると思うんですけど、この USB にはいろいろ種類、このメモリーカードにはいろいろ種類があって、その転送速度とか書き込み速度とかがきちんと対応してないと、どうも 4K の動画とかではなんか止まっちゃったりするらしいんですね、撮影中に。だからここがちゃんとV30 ってなってるやつと A2 って書いてるやつ、 4K 対応みたいなこと書いてない、書いてあるやつじゃないとダメみたい。ちなみにこの USB このメモリーカードは1,500-1,600円ぐらい、 128GB で、そんなにめちゃくちゃ高くない、てかむしろ安いですけど、なんかどっかの YouTuber がこのカードで一回も不具合が起こったことないからこれでいいですみたいなことを言ってた。あ、ちなみにこの本体のこのアドベンチャーパックみたいなやつは77,141円、税込ほら本当にさ、なんか無駄遣いしちゃったよな最近ね。パソコンも買ったばっかりなのにさ、こんなもん買っちゃってさ、本当にシンプリストとか本当ユートロ倍かよっていう話。あ、入れる向き大丈夫かこれ。入れる向き大丈夫か。え、入れる向き間違えたらやばいもんな。わかりづらくないこれ。ちょっと待って。入れた瞬間さ、ぶっ壊れたらダメだからさ、入れる方向、見とこう、ちょっと。これ、こう本体だとしたら、こうね。間違えてさ、入れた瞬間ぶっ壊れたら、ほんと。目も当てらんないから。入んないんだけど。すごいどんくさい人みたいになってるけど。よし。で、スイッチオン。おお。ジャパニーズ。え、スキップ残り5回。QR コードをスキャンして、ミモをダウンロードし、カメラに接続したベージュ。は？そんなんしないといけないの？撮影中なのに。じゃあちょっと一旦カメラ止めて、アクティブにしてみますね。ということで、今日はこれ買って、こんな汚いレビューのあれ、ないですよね、YouTube で。
見たことないわ、こんな小汚いなんかレビューの開封動画。他のさ、あのなんかあのこの DJI から金もらってるような人たちさ、むちゃくちゃおしゃれな部屋でさ、むちゃくちゃ綺麗な照明焚いてさ、すごいおしゃれな映像でさ、こういうの開封してさ、レビューしてんのに汚い台の上でさ、なんかここら辺ゴミでくしゃくしゃになっててさ、こんな汚いレビューないですよね。ということで動画は、次に公開したいと思います。ということで次もまた見てくださいね。だね。Fatality.